する肉年輪ミンミンミラクル肉年輪素直に好きと彼女の名は朝比奈みくる。ごく普通のけなげで可愛らしい少女のようでいて、実は未来から来た戦うウェイトレスである。なぜ未来から来たのがウェイトレスなのかはさまつな問題に過ぎない。物語とは往々にして、開始と同時に問答無用の奇怪な設定が突きつけられるものだ。戦うウェイトレスと言っておきながら、なぜ今唐突にバニーガールの衣装を着ているのか。それは普段彼女が地元商店街の客寄せを予備校のバイトでここをしのいでいるからだ。あら、今日は白菜が安いのね。急いで買わなきゃね。ミクルちゃん、今日も精が出るね。頑張りすぎのコスチュームで明るく返答するミクル。その無垢な魅力で白菜がたちまち売り切れとなった。いつもすまないね。少ないけどこれ取っといて。そんな全然です。私こそごめんなさいです。こんなことくらいしかできなくて。それじゃ次はお肉屋さんのところに行けないといけないので失礼しました。失礼します。今や彼女はこの商店街にはなくてはならないマスコットキャラとして地域住民に愛される存在であった。頑張れミクル。去年できた大型デパートに奪われた客を商店街に取り戻すのだ。地域の活性化と個人店舗の命運はひとえにミクルの双肩にかかっている。ただし本筋とは何の関係もない。さてその本筋だが、彼女はもちろん戦うウェイトレスであり、その目的とはすなわち一人の少年を陰ながら見守ることであった。その少年の名は小泉いつき。ごく普通の能天気な高校生のようだが、実は超能力者である。しかし本人にはまだその自覚がない。どうやら何かをきっかけにして秘めたるスーパーインクレディブルパワーが覚醒するということらしい。なんだか憧れの上級生に声をかけられなかった下級生のようにも見えるが、とりあえずいつきの無事な姿に安堵しているのだとしておこう。こうしてその後もあられもない衣装でバイトを続けたミクルはやがて今のミクルに居住スペースを提供している文具店に戻ってきた。ああ、おかえり。ミクルちゃん、お疲れかい。平気です。今日はお客さんも多くて、大繁盛でした。ああ、それはいいことだな。
今日の務めは果たした。ミクルはやっとそのゴム帯な衣装を脱ぎ、カジュアルな姿で床に着いた。断じて言っておくが、着替えのシーンはこれ以上撮ってないので、ソースを問い合わせても無駄である。嘘ではない。何の前触れも前振りもなく立っているのは長戸ゆき。ごく普通でもなければ一般人な少女にも見えないが、それもそのはず、実は悪い魔法使いである。しかも宇宙人。そうこうしているうちに、ミクルとユキの初対決となった。二人の出会いから因縁関係に至るまでの一切の経緯は、諸々の事情により見てる人のご想像にお任せするしかない。この辺で本作の演出方針を代替させていただければ甚だ幸いである。説明しよう。このありがちなデザインの棒はスターリング・インフェルノとかいう魔法のステッキなのだ。こうなっては奥の手です。どうや、ミクルビーム。説明しよう。ミクルビームとは、朝比奈ミクルの左目から出るマジで危ない必殺ビームなのだ。一体この後事態はどのような急転直下を迎えるのか。果たしてミクルの運命は。イツキは何のために出てきたのか。このお店は店長がとても親切です。それにナイスガイです。今の店主の英二郎さんのおじいさんの代からやっています。画面地から冷蔵庫まで何でも揃います。ユキとの初対決に敗れたミクルは悩んでいた。ミクルビームが通用しないなんて、なんとかしなくちゃ。どうやらミクルは変身ヒーローではなく着替える必要があるようだ。そして今日も律儀にバイトに出かけなくてはならないらしい。その頃イツキは相も変わらず空虚な顔で道を歩いていた。あ、何者です？私は魔法を使う宇宙人である。そうなんですか。そう。僕に何の用です？あなたには隠された力があるので、私はそれを狙っている。迷惑だと言ったらどうします？強引な手を使ってでも私はあなたを手に入れるだろう。強引な手とは何でしょうか？こうするのだ。危ない。うわ、あなたの思い通りにはさせません。ここはひとまず退散しておくけれど、次はそうはいかないのだ。その時までに自分の戒名を用意することだ。今度こそ私は容赦なくお前を打ち滅ぼすだろう。あなたは誰ですか？私は通りすがりのバニーガールです。それだけなんです。じゃあさよなら。あの人は一体？無駄に不思議そうな眼差しでミクルを見送るイツキであった。ってなんだこのパンアップは。ここでまたごっそりと過程が省かれる。それっぽいなんやかんやがあった後に再び戦いの火蓋が切られることになったんだろう、多分。